はいどうも、ティピです。今日はですね、ちょっと自分のことについて喋ろうかなと思っております。実は僕結構肌が弱くてですね、子供の頃からアトピー持ってたり、まあ今でも髪の毛とかがねチクチク触れたりするだけで肌が荒れたりするぐらい、お肌結構弱めなんですよね。お肌弱いんですけど、ずーっと昔から戦ってるものがあって、それがジンマシンなんですよ。まあジンマシンって言ったらね、結構多分皆さん突発的に出る、ボワーってこう水暴走のように出るブツブツみたいなイメージをすると思うんですけど、慢性蕁麻疹って言われるものがあって、で、細かく言うといろいろあるんですけど、まあ、慢性蕁麻疹なんですよ。その慢性蕁麻疹がどんなものかって言ったら、まあ、頻繁に蕁麻疹が出るってことです、要は。まあ、普通に生活してて、出ちゃう感じですかね。で、周りにもあんまり正直その同じような症状を抱えてる人が今まで出会ったことがないんで、調べたらいろいろ出てくるんですけどね。その文字だけで見てても、わからん部分とかって正直あると思うんですよ。その体感してる人はどんな対処してるのかとか、同じような症状でね、ちょっと悩んでる人とかもいたら、ちょっとでもこう、参考になればいいなと思って今喋らせてもらってます。まあ、ちょっと真面目な回になるんですけど、お付き合いください。蕁麻疹が出るようになったきっかけ、これでも明確ではないんですよ、正直。その一番最初に出た記憶から喋ろうと思うんですけど、昔ね、二十歳ぐらいの時ですかね、まあ、何気なくなんか疲れたし、今日は長風呂でもするかと思って、割と厚めのお風呂に長風呂をしてまして、ちょっとうとうとして寝ちゃったんですよね、風呂で。まあ、目覚めた時はめちゃくちゃのぼせてて、ボーとするわと思ってて、バーって手ついた時に手見たら、もう信じられんぐらいもう全部赤く腫れてたんですよね。顔とかも痒いというよりかもう痛いレベルで腫れてたんで、その時はもう正確な記憶はないんですよね。のぼせてたしフラフラしてたんで正確な記憶ないんですけど、その時はもう凄まじい蕁麻疹が出て、しばらく安静にして引いてきたような気がしますけど、あんまり正直覚えてないんですけどね。きっかけがそれですね。一番最初そこから出るようになりました。出るタイミングをちょっと喋ろうかなと思うんですけど、僕の場合なんですけど、今も言ってた通り、暑い風呂に長風呂したりすると、まあ出ます。体温が要は上がったりすると出るんですけど、あとはもう、そうですね、シンプルに運動して体温が上がるとか、ストレスを感じるとき、嫌なことがあって、うーってなったりするときも出てきます。それ一番ひどいときは、バンドも結構ガッツリやってたので、で、僕ドラム担当だったので、ライブも結構汗かくんですよね。汗かいてるときは、実際出なかったりするんですけど、後にめっちゃ出てくるんですよね。なのでライブ終わりとかにすごいもう蕁麻疹バーって出たりして、僕らのやってる規模やと、その物販、自分らの物販も自分らで売りに行ったりするんですけど、もうお客さんの前に行けないような姿になっちゃったりしてて、もうほんまに辛かったですね。で、周りにもやっぱちょっとなんかキモいなって思われたりしたら嫌やしっていうのもあって、全然言えなくて、ライブ終わって蕁麻疹出てる時とかはちょっと涼しいところに一人スッと行ったりして、引くまで待つみたいなね感じでした。対処法について次は喋りたいと思うんですけど、まあ今も言った通りね、涼しいとこに行く、で体温を下げるってことがとりあえず大事かなと思います。で、僕やってたのは、まあ、水をめっちゃ飲む、とりあえず水めっちゃ飲んで、まあこれはやってしまうとずっとやり続けなあかんからしんどくなるんですけども、もうひどいところにペットボトルの冷たいなったら周りこう結露してるようなやつとかをこういうとこに当てたりするみたいな感じでやってましたね。でも一回それするとなんか歯が痛い時みたいな感じで、一回冷やすとずっと冷やしなしんどくなるんですよね。まあ引いてきたら全然大丈夫なんですけど、あとはまあなんとなく今日あかんなみたいな日あるんですよ、やっぱり。で、そういう時はなるべく運動を避ける、辛いもの食べない、熱いもの食べないとかやってましたね。一番はやっぱ薬を飲む、ちゃんと飲むってことですね。で、今ちなみに飲んでる薬なんですけど、こういうのを飲んでます。オロパタジン塩酸塩っていうね、今はこれをメインに飲んでますね。正直僕にはめちゃくちゃ合ってて、これ飲んでる時はもうほぼほぼ出ないんですよ、蕁麻疹。まあ飲み続けてるっていうのはあるかもしれないんですけどね。当時最初に行った皮膚科ではいろいろ診察もしてもらって薬ももらったりしたんですけど、なんか合わなかったのか全然ダメで、ダメでってその病院がダメって意味じゃなく、なんか体が良くならなかったって意味なんですけど、運動したらもう蕁麻疹出るし、熱いもん食ったら出るし、辛いもんも全然ダメみたいな感じやったんですけど、で今の病院に変えたらなんかこうこの薬を診療してもらってパタッとこう良くなったっていうね、なんかいろいろ多分あるんですけど、薬自体もだから人それぞれ合う薬があるとは思います。なので皮膚科の先生にね、合わなかったら合わないってちゃんと言わんと薬も変えてもらえないんで、そこは合わない場合は合わないと言ってちゃんとね自分に合った薬を処方してもらえるようにしましょう。まあ蕁麻疹が最初に出だしてからもう多分ね 5,6 年付き合ってるんですよね、蕁麻疹と。でもまあ完治なかなかやっぱ難しいみたい
調べたらね出てくるんですけど、結構そのいろいろ書いてるんですけど、完治はやっぱ結構難しいみたいですね。だから結構長いこと付き合ってかなあかん病気なのかもわからないですけど、なので本当にね周りの人からはちょっと分かりづらい辛さやったりすると思うんですけど、まあ本人は結構やっぱりね気にしてると思うんですよ。僕もやっぱ気になるんで、そういうジンマシンが出ちゃってる時とかの人目、なんか正直気持ち悪いって思ってるんかなとか、なんかそういうのを考えちゃうんでね、僕と同じような症状を抱えてる方たちがね、もしこの動画を見てくれた時にはまあ、あー分かる分かるみたいな、ちょっとでもなんかこう共感を得てもらえるような参考になるところがあればいいなとか思ったりして、まあ、この動画を撮ってます。最初にも言いましたが、まあでも本当に僕も最初の頃はめちゃくちゃひどかった、そんな人に言えるような状況でもないぐらいひどかったんで、もう肌も荒れましたし、かきむしってなんか血も出まくりましたし、でまあちゃんと皮膚科に行って病院に行って診察してもらって、病院の先生にちゃんと相談していい薬を処方してもらって、体に合う治療をねしていけば、付き合い続けなあかんからやっぱしんどいんですけど、上手な付き合い方はまあちょっとでもできた方がいいと思うんで、うまくまとめられませんけど、こういう症状を持ってる人もいるよっていうことを知ってもらいたいのと、こういう症状を抱えてる人たちに少しでもこう力になればっていうのと、一緒に乗り越えていきましょうっていう気持ちを込めてのこの動画でした。まあ今日はちょっと自分のことについて喋りましたけど、偉そうに言ってますけど、別に僕もわからないこといっぱいやし、正しいことを言えるわけじゃないんですけど、まあこういう時どうしてますとか、僕はこうしてますよとかあればぜひねコメントで教えていただければなとは思ったりします。まあ今日の動画はね、ちょっと真面目な回になりましたけど、そんな感じで自分のことをちょっと喋らせていただきました。少しでもまあ参考になったよっていう方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録、グッドボタン、コメントなどなどもお待ちしております。こういう症状を抱えている人たちにこの動画が届いてほしいので、よければね拡散していただけると嬉しいです。まあ、そんな感じで今日の動画は終わりたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。